皆さん、こんにちは。非常識な経営コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、1%プラスの気持ちが10倍の差に変わる、その秘訣とは、ということについてお伝えしていきたいと思います。えー、今日のエピソードはですね、あのー、私、サックスをやってるんですけれども、その、 レッスンの時にですね先生と会話した話から出た内容なんですねでこれはあのサックスの練習とかそういう本番に関わることだけじゃなくて、えー、教室業をやっている先生とかあとはビジネスをやっている方たち全てに共通する心持ち向かう気持ちの問題に共通するなと思いましたので 今日はそんなお話をしてみたいと思います。はい。えー、と、じゃあね、本題に入りたいと思います。えっ、ー、と、1%の気持ちが10倍の差に変わるっていうのが、まあ、どういうエピソードがあったかっていうと、えー、と、私、あの、出版記念セミナーとかで、まあ、サックスのライブをセットにしていて、それは理由は、まあ、自分ももちろん楽しいからっていうのも一番の理由なんですけれども、 あまあ、ふ普通じゃない出版記念パーティーしたいから音楽付きっていうのはもう5年くらいやってるんですけれどもその時にあの結構皆さんがね喜んでくださるんじゃないですかあ、まあ、音楽大体ね好きな方あと私あのもともと楽譜を読めないで音楽をやっているのであの知ってる曲しか吹けないんですよ今のところいきなり楽譜見ただけで吹ける人ではないので そうすると自分がよく音楽を聴いていたジャパニーズポップスいわゆる昭和歌謡っていうやつですねそれをまあメインで私吹いてるんですよ知ってる曲だと楽譜がいまいち読めなくてもなんとなくこうあのどれみ振ればどうにかなるじゃないですかっていうのがあってそこからスタートしてるんでもともとは昭和歌謡なんですよだから皆さんが知ってる曲が多いんですね あの、知らない曲とかじゃなくて。なので、こう、その時代に自分がじゃあ、例えば中学生の時に、ああ、この曲流れてたよね、とか、あこの時に、あこういうことあったよね、って不思議なことにね、歌謡曲って、その時にあった時代廃棄とかまで全部一気に蘇りますからね。私もそうなんですけど。そういうことで、あの、皆さんにね、すごくご好評いただいてるんですよ。で、ご好評いただいているので、 私もそれを続けているし、まあ自分が何より楽しいからやってるっていうのはあるんで、毎年こう成長していくごとに衣装に凝ったり、会場に凝ったり、曲数も増えたり、難しい曲が増えたりとか、いろいろやってるんですね。で、その中で、あの、今回はですね、まあ嬉しいことに、もともと3カ所のツアーだったんですよ。えー、っと、長崎、神戸、横浜ということで。 で12月がラスト横浜だったんですけれどもそちらの方がまがいろいろ私が長期にわたって皆さんにお声掛けするものだから10月ぐらいの時点で満席になっちゃっていたんですね。で12月追加公演ということでもう1回あのやるっていうのを設定したんですあぶれちゃった方でキャンセル待ちしたいっていう方が嬉しいことに出ていただいたのでじゃあもう1個やろうっていうふうになって そうすると今今時どういうことが起こっているかっていうと,、えー、っと1個に来たから1個で終わる方ももちろんいらっしゃるんですけれども人によっては3箇所人によっては2箇所ということで私のライブ来てくださる方が、ね、いらっしゃるんですよ。で、あのー、まだ会場が、ね、違って似たような曲とかがっていうのはま,あまだありなんですけどうんと日付がかなり離れていればそれでいいなと思ってたんです。 会場も全然雰囲気違いますしねで今回の場合横浜があの2週間前にあってその後にもう1箇所の会場だったのでやっぱりうんと20人ぐらいなんですけど5人ぐらいが横浜も来てくださってる方たちだったんですよ。そうすると、まあ、ここからがね、まあ、本当に本題に入るんですけれども私としては 二回い、いくら会場が変わっても、全く同じプログラムで、全く同じ内容を二回聞かせるっていうのは、残念じゃないですか。で、可能な限り、えー、っと、入れ替えですね。えー、っと、曲の入れ替えと、まあ、自分が持ってるレパートリーで一緒にやってくださるバンドの方とやって変更しても、負担がかからない大丈夫そうなやつを選んで入れ替えたり、あとはこういうことができるんじゃないかってね、ギリギリまで、 あのラインナップ作ったんですよでそれをあの今日最終練習ということであの私のねサックスの先生ずっとライブツアーついてきてくださってるんでこれを増やそうと思ってますこれはこっちに変更しようと思ってますなぜならば横浜に来てくださった方が5人も来るからあのなるべく同じじゃない編成でやりたいしあの会場は違うけれども。 思考を変ええたたねね状態ででお迎えしたいんですよ、ね、やっぱり楽しんでもらいたいしっていう前提で打ち合わせをしていたんですよ。であの中には久しぶりにやる曲もあってちょっと指大丈夫かなみたいな曲もあるんです。でそれを入れるかどうか私がね迷ってるっていう話をしたら、うん、先生がですねいやそれは入れていきましょうっていうふうにおっしゃるんですよ。あ ああ、そうですか。わかりました。っていうことでね。まあ、迷ってるけど、これね、多分みんな喜ぶと思うんですよね。って。で、きっとそれは先生もわかっている。だから入れましょうって、即答で言われたんですよ。あ、わかりました。じゃあそこ一曲入れましょう。っていうことでね、やったんです。で、その打ち合わせが終わった後、あの、先生がね、ボソッと言ったお話があったんです。あの、いや、実は今の時期って、自分、 プレイヤーとしても演奏してる、演奏活動してるから、まあ、いろんなところから頼まれて、あの、あちこちでクリスマス系の会とか、やったりするんですよって言って、はぁ、つって言って、あまあ、ね、あの、ちょっとよもやまなししてもいいですかみたいな感じだった。あははそうなんですねって。そしたら、ある、あの、会、クリスマスのね、イベントのために、まあ、呼ばれた会が、集まってるメンバー全員プロなんですよ。それなのに、 えーとそのなんていうんですかね本当はみんなもっと実力があるはずなのになんか,か割と簡単な曲を、まあ、いやいやっていうか、まあ、流しでねちょっとなやっとこうかみたいな雰囲気になってる雰囲気でやってる感じがあったんだとだからもっとね来てくれる人せっかく来てくれるんだから楽しませようとかそういう感覚で。 やれたらいいのにってまあそのねに、大人数の中の一人だから、まあ発言でそれを言うっていう、しかも呼ばれているわけだから、主催者の部分のね、意図とか、まあ集まる人たちの意気込みとかね、いうまあだからそんなにやる気があるように感じなかったっていうことだったらしいんですよ。そんなになんかこう、いまいちだったらね、仕事を受けなきゃいいのにとかって思ったような話をね、聞いたときに、まあ、なんでその話をしたかっていうと、私がギリギリまで、 調整と修正とあと攻めていく自分ですね。ちょっとやるの難しいけど、でもきっとみんなが喜ぶし、久しぶりだけど、ちょっと練習すればどうにかなるかなっていうところをやりに行くっていうのがいいって言われたんですよ。それはやっぱりおもてなしの心とかね、そういうのがあるから、改めてその温度感と差の違いっていうのを感じたんですよっていうお話をいただいたんですよ。で、あの、私のスタンスっていうのは、 これはあの音楽に限らずですね営業の時もずっとそのスタンスでやってるんですよつまり今自分が100%だって思っていることにプラスギリギリまでですギリギリまであともう1%なんなら5%なんなら10%上乗せできないかってギリギリまでいつも考えてやってますだから突然のサプライズで急に思いついちゃったらやったりすることとかね あったりするんですけど、それは営業の時も、普通にカウンター接客の時も、何の時もお客様にね、向かう時はいつもその感覚でした。だから、常に良くしよう、常に良くしようって私やっているんですよ。だから、できることで、じゃあ、な、な、な,なり、なりでやっとくかっていうことはないです。基本、いつでも全力投球です。で、この積み重ねって、 とそれ自体のね、時のイベントでは、何もしない方が楽かもしれないです、だってそのために、プラスアルファの準備とか、まあまあしなきゃいけないんですよ、ギリギリまで考えて、ギリギリまで練習してやるから、場合によっては失敗するかもしれない、瀬戸際のようなものも入れちゃうことがあります、まあ、成功することの方が多いんですけどね、まあ、過去に1回、あの何度やってもうまくいかなかった失敗を見せ続けたこともありましたけどね。 <laughs> 何度やってもって3回三回やり直した回もありましたねどうしてもうまくいかなくって、うん、っていうぐらい向き合ってやっててやいるんですよでその感動はやっぱりちゃんと皆さんに伝わってあの本当に心を込めてね吹いてるんですでやっぱり伝わる人はちゃんと伝わってその曲に思い出がねある方とかはやっぱ涙するわけですよ そして私のところにね近寄ってきて「いい曲ありがとうございました」って言われるとまあ私コンサルですけれどもまあ最近ねあの曲にいい曲吹いてくださいとかなんか頼まれることが多くていいですよって,って吹いてるんですけれどもまあそれによってこう癒される人がいるっていうのはいいじゃないですか気持ちが伝わるっていうのが。私プロじゃないけれどもそういう点ではプロフェッショナルですよ。 伝えたい伝わる思いで人がどういうふうに癒されてとかってで音楽をね本来は届ける人ってあのその人たちを別に否定するつもりはないんですけれどもやっぱりそういう向き合い方で音楽ってやってほしいなっていうふうに思うまあそういう方向性が私の先生と一緒だから、まあ、一緒にやっていけるんだと思うんですよ。常に新しいことを いいものをどんどん作ろうとすると当たり前ですけど私にも負荷かかるし一緒にプレイヤーとして立ってくださっている先生にも負荷かかるんですよだから大変になるんです私が楽しい提案をするっていうのはでもありがたいことにそれをその方がいいですよって自分の負荷がかかるのにいいって言ってオッケーを出してくれてしかも一緒に付き合ってくださる 先生なんですよねだからそういう意味でも私尊敬しているし、まあ、そういった部分でも先生のことは大好きであの本当にありがたくあの一緒に成長させてていいいただいているんですよでこういうものの積み重ねっていうのはあの向かうマインドの部分ホスピタリティのマインドの部分なんで一時が万事私生活も仕事も全部同じ。 ベクトルでなっていくのでやっぱり一期一会っていう言葉は私の座右の銘なんですがその時に来てくださる方とはその時しか会えない可能性があるんですよねそういう意味であの1%プラス1%の努力をできる人ってもう10倍どころじゃないんですね場合によって100倍ぐらい差が出ちゃう場合があるんですよだってこれが1年積み重なったらどうなりますとかね 三年積み重なったらどうなります十年積み重なったらっていうこの思考の方向性ですね、はい、だから、あのー、なんだろうな稼ぎたい稼ぎたいとかね集客したい集客したいとかって言っている人ほどそこ見ないし楽しようとする人が多いなっていうのはすごく感じます まあ逆に言うとその最初に人のために人のためにって動いて損が多いようなタイプの人の方が基本やっぱうまくいきますよだから損したがらない人とかリスクを取りに行かない人っていつでもうまくいってない感じです要は自分は安全地帯にいてでうまくい,いかせようとするんだけどやっぱりねそこを飛び越えた状態の ギャップに人って感動したりとか心を動かされたりするから、今ってそこのギャップがないと人ってなかなかね。動かないと思うんですよ。だからノウハウを学んで通りペンとなんとなく合ってる。風な感じで sns 発信してでもうまくいってない。人ってあのご自身の中の向かうべきマインドが。 自分はなるべく損したくないっていう安全地帯で振る舞ってる方がすごく多いと感じています。うまくいってない方はですよ。私から見るとあのうまくいってないっていうね、ご相談を受けた時にどういう人に何をどうやってるのかって伺った時に、え、それやったらいいじゃないですかっていうか、私だったらやっちゃうんですよ。それをえ、やるんですかって言うんですよ。このギャップわかりますか えやるんですかってえやりますよねえいやそんなことやったことないえやったことなくてもやってくださいとかそういう世界なんですよだからやったことがないことをやらないっていうことにしてるらしくっていうことなんですよね新しいことにチャレンジするってそういうことじゃないですか。 うまくいってないということは自分の思考と過去にやってきたことがうまくいってない結果を引き寄せてるわけだからうまくいきたかったら違うことやらないと無理なんですよね。うん、なのでそういった点でもその1%のさらにもう一押しもう一工夫っていうことができる人がうまくいく。 よねっていうのがまたまたまああの私の自慢っていうことではなくですね私は会それがセミナーであってもですギリギリまでどういうふうにできるかなっていうのを全部段取り考えてイベントとか組んでます。からそれが一つ一つこうブランドになっていてい その最近で言うと面白いのが出版記念セミナーなんですけどライブの方が有名になっちゃってて次、来年はいつですかってまあ本決まってるからいいんですけれども来年はいつですかって言われるからもう3カ所決まってて,って日付はもう決まってるんですよで何日と何日と何日ですって言ったら行きたいんでもう手帳入れときますとか言って,言って何にも何にもページ出来上がってないですよ日付だけです言ったのはでももう行きますから あの予約名前入れといてくださいって言われて分かりましたっつって言って私カレンダーになんとかさんページが出来上がったら連絡するとかって,ってそうやって今ねお声掛けしてるとねもう来年の日付なんですけど今の段階でもう7月10月12月のこの3つは決まってるのでそれをね聞かれるたんびに答えてます。ということはページができれば見せるだけでいいっていうそんな感じになってるのが。 その行った会が楽しかったないしは前に行ったけど今年は行けなかったけど来年は行きたいっていう、まあ、そういうふうに思ってもらえるように会を毎回ねいろいろ趣向を凝らしながらやってるんですだからあのお客様にね向かうお仕事の企画とかイベントとかあの講座作戦もそんな気持ちでね作っていただきたいだから面倒くさいが先に立つ人は 自分がやっぱりリスク取らないで楽なところを選んでるからやっぱり売れないんですよ。難しいんです。はい。そこはね、ちょっと自覚していただきたいなと思って、えー、こんなお話をしてみました。はい。では、えっ、ー、と、まとめに行きたいと思います。1%プラスの気持ちが10倍の差に変わるその秘訣とは、えー、自分がリスクを取らないという場所にいない自分自らリスクを取って まず相手に与えるというこの精神で向かい合うことが必要だと思います。以上になります。よろしくお願いいたします。それでは。